島知らなかった大使の松岡さん。今回は大切な人をこの福島にお連れしたようですね。今回松岡さんにこうやって福島に連れてきて、はいはい、いただけた、はい、本当にありがたいんですけれども、はい、まさか一緒に福島のホームに立ってるなんて。私がさやしさんのことを初めて見たのは2011年に加入が決まったっていうニュース、はい、さやしさんのその責任感とか追ってるものとかでもチャレンジする気持ちとかなんかずっとその眩しさに支えられてきた一人なので、なんかもっとなんていうんだか、なんかわがままな場所はあるんだろうかってファンは思いちゃいます。そのくらい本当にまっすぐにピュアに、なんか足投げ出したりしてますか？足投げ出したりしてます。家とかだとうわーってなってますか？よかった。いやいやいや、でもそれこそそうやって言ってもらっても私なんか逆に頑固なところがあるので解き放てない。そこも好き。でも知ってます。知ってますっていうかファンは勝手にですけど、さやしさんのちょっとその譲れないところここだけは譲れないっていうのも大好き。私から見たら松岡さんは先輩ですから、すごく背中を追ってる気持ちもある。まさか。本当ですよ。本当なんか今はずっと見てくれてる人が一緒に今いてくれてるみたいなのがとっても心強いです。私が今までいろいろと見させていただいた中で、はい、気になります。なんかやっぱりずっと心に残ってるのが岩波さんっていうパン屋さんに伺ったんですね、はい、で天然酵母を起こしてそれを発酵させてパンにしてるんですけど、そこにお子さんがいらっしゃって、はい、その日は少し天気が悪かったんですけど、お子さんたちがそんなことお構いなしに走り回ってたんですね。パンむしゃむしゃって食べて、パン好きなのって言ったら毎日食べてるって言ってて、なんかその土地の水と土地の酵母とで空気と一緒に作ったそのパンを子供たちが食べてるのがすごく豊かで、なんだかその福島の強さとか美しさ、はい、豊かさっていうのがあのうちにギュッと詰まってた感じがして、なんかその福島に来たからこそ感じられる、はい、ここに一緒に来たから感じられることをできたらいいなと思ってます。なんかいろんな景色を楽しみたいなと思ってる、うんうん、プラス、はい、自分たちで手を動かすような機会があったらなんか嬉しいなって。確かに何かを作ったりとか、はい、手に取って、うん、なんだろうな、触って、そうですね、うんうん、福島を感じられるよう な、うんうん、なんか機会になればいいなって私は、うんうん、なんかそれをすごい今回楽しみにしてます。嬉しいです。なんかさやしさんのその心の美しさ心が美しいんですよ。ツヤツヤキラキラしてて、で私はこの視察を重ねていく中で福島のツヤツヤキラキラも大好きになったから、私の大好きな場所と大好きな人が掛け合わさってるところに私も入れていることがすごく嬉しくて、なんか伸びやかに人間同士として福島を楽しめたらいいなって思ってます。電車がそろそろ来ましたね。あ、なんか話してるうちにどんどんワクワクしてきました、はい、よかったです私も知らないことがたくさんあった福島で、さやしさんも知らないことがたくさんある福島だと思うので、今回は一緒に福島のことを知っていけたらいいなって思ってます、はい、よろしくお願いします。お願いします。福島